はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日は、丸い目と細い目の話です。丸い目の人は裏表がなくて人に好かれて非常に明るい性格ですね。感覚も鋭い方が多いです。まあ美的なものね、結構こなすのがうまいというふうにも言えます。ただし、誘惑にもろくっていうね、もろくてこう頼み事が断れないという面があります。積極的に動いていく感じなので、付き合い広くね、という方が多いですね。まあ、あとですね、まあ、こう結構豪快なところがありますんで、一つ決めたらですね、一気に突き進む感じの面も持っています。それに対してこの細い目ですね。細い目はね、やっぱり狐の目に近いというふうにも言われるんですよね。ですから色白の方がやっぱ多いです。でもよく言えば思慮深い、悪く言えば疑り深い。ではちょっと神経質な性格を持っています。やっぱ友達の数はですね、少ないですね。でも長く続きます。だからこちらの丸い目の方は浅く広くたくさん友達がいて、細い目の方は少ない、ね、人数の友達とずっと付き合う、そんな感じのイメージがありますね。まあ、どちらが幸せかって言いますと、まあ浅く広くいた方が幸せって言われてますから、丸い目の方の方が幸せになることが多いようです。はい、ではまた次回アップいたします。